さあということで今日はですね車からのスタートです。はい、これ朝の9時半ぐらいですかね。はい、今からねコスモアイル博位っていうところに向かいます。コスモアイル博位っていうのはですね、まあ宇宙科学博物館っていうところで、まあ、博位市っていうのはですね、あの宇宙人がいっぱい来ると言われている場所で、はい、でそこに今向かっています。で今日はですね、そのコスモアイル博位で実はですね e スポーツフェスタっていうのが行われるんですよ。はい、それを今向かっている道中ですね。e スポーツフェスタではですね、今回あの、鉄拳、そして、ぷよぷよ R タイプファイナル3、はい、グランツーリスモが来てて、競技用カルタと体験ができるということで、博位の人たちはみんな集まる予定になっております。はい、ここ一時停止しまして、はい、ここ右曲がるんですけど、右曲がったらですね、はい、見えます。さあどうだ。はい、見えました。奥に奥に見えますかね、あのドーム型になっている大きい建物、はい、あれがですねコスモアイル博位です。はい、コスモアイル博位はですね、行ったことない方はぜひ一回行っていただきたいぐらい、あの中はですね宇宙科学に溢れております。はい、なんだ、宇宙船があったりとか、ほんと実物で乗ってたものとか、はい、まあ、もちろんプラモデル的なものもあるんですけれども、すごく行って感動する場所になっております。そして今、コスモアイル博位に向かって、運転しております。今ね、カラスがね、右に飛び立っていきましたね。今右の上に看板に出ました、コスモアイル博位の看板で見ました。あ、そして今左に見えるのがですね、これね、博位歴史館だったかな。博位の歴史がわかる、はい、博位の歴史をすべて知りたい人はこの博物館に行ってみてください。そしてですね、ここをまっすぐ行ったらです、はい、行きましたら右手に見えますね。はい、実はですねここで一時停止しまして、で今これ駐車場が映ってるんですけれども、コスモアイルに、入りました。はい、今コスモアイルの駐車場で今どこに駐車しようか迷っているところですね。はい、ね、やっぱ角がいいななんて思ってるんですよ僕なんかね。やっぱなるべくこう車にぶつけたくないみたいなとこありますから。あ、見えましたね。はい、このドーム型、はい、これコスモアイル博位ですね。コスモアイル博位、これね多分宇宙船を見立てて作ってくれてんじゃないかなと思います。そして目の前にドーンと出てるね、これロケットです。なんとかロケットでしたね。はい、詳しいことはですね、コスモアイル博位に行ったら、すごくいろいろ説明してくれる、館長もいらっしゃいますし、まあ、いない場合はですね、いろいろと説明文が書いてありますんで、ぜひそれを見てみてください。はい。ロケットなめの、はい、コスモアイル博位、この宇宙船ですね。いいですね。あ、そして手前にあるのがですね、緑色と、赤色の、これね、キッチンカーなんですね。地球地足っていう、まあ、いつもはね、カレーのお弁当かな、やってるところと、浜屋っていうお店を構えてた、焼き鳥屋さんかな、今はやってますね。で、はい。こんな感じになっております。ね。やっぱこう見るといいですよね。やっぱ博位っていうね、2万人満たない、市にこんなに大きい立派なものがあるっていう素敵ですよね。はい、そしてですね、これ手前にあるのが地球地足、奥にあるのが浜屋ですね、赤い方ですね、焼き鳥屋さんです。でも焼き鳥と言いながらも、あ、これですね、後半の動画でちょっとまた食べさせていただきますんで、ちょっとそれもお楽しみということで、はい、ちょっと歩いてますね。はい、そしてこれがコスモアイル博位の玄関に入り口になっております。はい、今日は e スポーツフェスタやるよって、これね、いいですよね。このポスターもカラフルでちょっと興味をそそる色してます。そして見てください、これですよ、コスモアイルのいいところ、もう全部登場人物が宇宙人っていうね、いいですね、男心くすぐるというか、やっぱね、こう、あ、ここはですね休憩所になっております。はい、ね、疲れた人はここで座ってくださいって感じですね。そしてこれもね、なんかのね、宇宙船だったかな、宇宙船じゃなくてこの月をこう移動するための車だった気しますね。はい、そしてですね、ここで、受付をします。ここでですね、QR コードを携帯で読み込みまして、ちょっとアンケートを、答えたら入場できるって形になっております。でこう今ね、ちょっと知り合いに会いまして、ちょっと挨拶してるところですね。はい、そして会場に入ってみます。
こんな感じになっております。あ、一番手前にあるのはグランツーリスモで、モニターに映ってるのは太鼓だドンですかね。で、あ、岸市長もいらっしゃいますね。はい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 、はい、で左手に見えるのがこれが謎謎的なやつだったかな。はい、あ、クイズ大臣ですね。クイズ大臣と、でその奥にあるのがですね、R タイプファイナル3ですね。あ、岸市長やっております。はい、これ太鼓だドンやっております。はい、太鼓だドンじゃないですね、太鼓の達人でしたね。あー、岸市長さすがですね。本日 MC を務めていただきます、国立アイドル部のキャプテン松井ゆかりです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、北陸アイドル部からキャプテンの松井さんが、いらしていただいて、ね、司会進行をやっていただけるということで楽しみですね。いや、めちゃくちゃ可愛いですよね。やっぱ北陸にアイドルがいてくれるっていうのがまず嬉しいですよね。あ、そしたら岸市長の挨拶ですね。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。北陸 e スポーツフェスタ、本当にたくさんの方々集まっていただきまして本当にありがとうございます。まあ、e スポーツ、記念をいたしましてご挨拶いたします。今日はぜひ一日、楽しんでください。どうもありがとうございます。はい、そしてグランツーリスモをやる少年をですね撮らせていただきたいと思います。はい、スタートしました。あ、これね、スタートしましたね。あ、いいですね。やっぱこれハンドルを握ってこう運転してる気分になれるっていいですよね。やっぱコントローラーじゃこうね、一般のコントローラーじゃこう楽しめない部分がやっぱこうやって楽しめるって素敵ですよね。で、このね、黄色い線わかりますかね、画面のこう、わかるかな。はい、こう車がね走る誘導線みたいになってますね。黄色い線に沿って走ると一番速く走れると言われてるやつですね。これまあ僕もやらせてもらったんですけど、これ黄色い線に沿っていくと確かに速いんですよね。こう外から内、内から外みたいな感じで、だいぶ補正を効かせてくれていて、で運転もしやすくなってるんですよね。僕当時ね、グランツーリスモをやったことあるんですけど、まあ、こんな新しいのじゃなくて、僕は中学生ぐらいの頃にやったと思うんですけど、その時のはですね、もうすごくスリップしたりとか、なんか曲がりきれなかったりとか、ドーンとか壁にぶつかったりとかってあったんですけど、やっぱこれ補正効かせていただいてるおかげで、やっぱり少年もこうやって楽しめる、そして僕も普通に運転できたと。はい、普通に運転するよりも車をですね、はい、運転するよりも余裕で簡単でした。楽しかったですね。やっぱ楽しめるようになってるって、さすがグランツーリスモさんですね。はいはい、続きましてこちらですね、ぷよぷよですね。ぷよぷよの隣にいるこの、バインダーっていうんですかバインダーだったかな、ピンクのね、ピンクのトサカマジで名前出ないの本当すいません。このね、をしているお姉さんがですね、 e スポーツお姉さんという方で、ぷよぷよ専門で、めちゃくちゃうまい方ですね。はい、ちょっと僕もちょっと後で勝負させてもらうんですけれども、彼女の強さえぐいですいや本当にいじめにあった気分ですね。ぷよぷよってこんなに圧倒されたっけっていう、昔ね僕もやってたんですよ、友達でね、トンカチっていうあだ名の友達がいたんですけど、そのトンカチのね、家に行ってよくやってました。トンカチはねぷよぷよ強かったんです。まあ、僕はねなかなか勝つことできなかったんですけども、それ以上にぷよぷよの e スポーツお姉さんめちゃくちゃ強いんです。はい、そしてこれがですね、おばあちゃんと孫みたいな形でですね、太鼓の達人をやっております。いいですよね、やっぱね、これ本当の孫とおばあちゃんか分かりませんが、あ、ね、楽しんでますね。一緒に楽しんでる感じいいですよね。ね、これがねただでできるってなかなかじゃないですか、ね、ゲームセンター行ったらこれだけで200円ぐらい取られますからね。それがやり放題ですから1日。はい、そして出ましたね、僕のドアップで失礼いたします。ちょっとね今鉄拳をねやろうとしてますね。はい、鉄拳にチャレンジです。どのキャラクターにするみたいな、どれがおすすめみたいなことを言ってますね。僕もね鉄拳昔やってたんですけれども、やってたっつってもお兄ちゃんがね鉄拳大好きだったんですよ。
鉄拳大好きで、そのお兄ちゃんの対戦相手的な、なんだろう、暇つぶし的な感じでちょっとやらせてもらってたんですけど、まあね、鉄拳はね、はめられたら抜けられないみたいなのがちょっと僕の中でイメージとしてありますね。なのでちょっとね、なるべく使いやすいキャラクターでいきたいなと今、いろいろと聞きながら、で裏技ってどうやるんですかみたいな、はい、これで連打したらいいんですよみたいなことを聞いて、え、連打でいいんですか、え、そうなんですか、なんか昇竜拳的なことあるんですかみたいなことを聞いた、ね、そういうのはね、まあ、基本ないですみたいな、まあ、キャラクターによってはあるんですけどみたいなこと言われてますね。はい、それで始まりますかね。ガードしてるのかな、よいしょ、わ、始まりましたね。なんかもう目が変わりましたね。ね、あ、目、キョロキョロ、目、キョロキョロ動いてますね。これね、やられまく、あ、やられましたね。結構速攻でやられましたね。これね、多分ね、これ、これ3回戦なんですよね。3回、戦勝した方が勝ちっていうやつですね。それでもう、いきなり負けましたね。はい、これはですね、R タイプファイナル2の、まあ、カセット、ソフトを映してるんですけれども、これ映像に映ってるのはですね、これ実は、ファイナル3なんですよ。3月23だったかな、3月後半に新発売されるものを、今回特別に、体験できるというか、あ、3月23日予定ですね、発売予定になっております。それがですね、実はこれ白石初めてこう体験ブースを設けたということで、すごい、すごくないですか。言うたら世界で初めて体験してるというか、体験初日の映像になっております。もう映像がめちゃくちゃ綺麗で、これ右側に映ってる白いこれ機体がですね、あ、ごめんなさい、画面じゃなくてですね、はい、それがね PS5 になっております。 PS5 初めて僕見ました。感動ですね。こんな形になってるんだと思いながらも、はい、この R タイプに戻りますね。これペンギンがね飛んできたりとかねするんですよね。でこれ今なんかね、中ボス的なボス的なとこで、やってますね。このボスがまあまあ強いみたいで、にしてもね、やっぱこの映像が綺麗すぎませんか。やっぱちょっとね、僕のカメラがちょっと貧弱なところもあって、ちょっとね、白飛びとかしちゃってるんですけども、これを生で見たらもうめちゃくちゃ綺麗なんですよね。あ、出てますね、この目からの攻撃。はあね、これに当たったら一発で終わりですよ。で僕のグラディウスかな、グラディウスはやったことあったんですけど、この R タイプ初めてで、ちょっと皆さんに聞いたとこ、こんな名作はなかなかないぞと、はい、言ってまして、あ、そうなんですかとちょっと驚いてたところなんですね。はい、これでいいですよね。本当に、まあ、グラディウスみたいな感じもありながら、でも映像が綺麗すぎて、はい、で実際にちょっとやらせていただきたいと思います。でですね、担当者の人にちょっとお話も聞くことできたんで、裏話とあるんで、ちょっとこのまま、動画見てみてください。はい、どうぞ。おすすめの機体どれですか。おすすめはこれ強いです。あ、これありがとうございます。これ使いやすいです。ありがとうございます。これで決定がバッテプレステ5から変わったんですよ。なんかバツってなんかキャンセルみたいなイメージですよね。はい、へえ。アメリカとかヨーロッパだと、はい、バツの方が要はチェックって意味で決定になるみたいで、それ以降そのプレステも5からバツが決定で、なるほど、キャンセルに。あ、じゃあアメリカ重視というか、そっちに全部習うようになってしまう。へえ。これなんだ。むずい。これ取っていいですか。え、あ、やばいやばい。ああ、なるほど、これで、あ、なんか、ああ、こちらの波動砲の指示とかが変わってくるんで、そこだと敵地獄に立てるコースって、へえ、あ、そういうやつだ。あ、むずいっすね、よくやってましたね。いや、ほんと寝かしてた。すげーなー。あ、やばいやばい、これを避けながら、あ、むずー。 あ、そう、あとここから、これとこれがダメだったんだ。ちょっともう一回だけいいですか。はい、ゲームはなんだけど。あ、そういうことか。あ、あ、これをやっとけば、このまま、あ、殺せるんだ。あ、なるほど、そういうことだ。あ、はい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 。そういうことか。これ今なん
畳む。あ、はい、あ、むず。店舗での体験会っていうのが、コロナになってからあんまりできなくなって、お店側があんまりこうやってほしいみたいな意見が出てこなくなってきて。なるほど、そうですよね。そうなると例えば9月の東京ゲームショーとかが、まあ、シールド体験をするとかタイミングとしてはチャンスになるんですけど、まあ、僕らもちょっとこれが3月発売だと9月の時点ではまだ完成してなかったので。なるほど、はい、去年の東京ゲームショーには出せてなくて、でも完成したらもうすぐ販売みたいな感じ。メーカーにもよるんですよ。僕らの場合は完成してから始まって3ヶ月とか4ヶ月とかそのぐらい。あれやっぱバグを話し合うんですね。そうですね、不具合の修正とかが終わってから3ヶ月ぐらいかけて。あ、そうなんですね、はい、その外部のバグチェック会社さんが例えば下からやったりも、はい、例えば10人とか20人がかりで1ヶ月プレイするとかっていうのをチェックしたとして、はい、でゲーム発売すると何万人の方がプレイされるので、ね、ちょっとこうプレイする回数がやっぱりいくらに多いと5日の間でぶっ出して見つけられなかったものとか、なるほど、そういったものが出てくることはやっぱり言われてあるので、その場合はこうすぐ修正パッチを当てるという形で修正させていただいたりすることはあります。なんかドラマでなんかこうゲームを作るみたいなドラマがあったんですけど、はい、なんかこうバグを見つけたら報告してみたいな、そういうのもあるんですか、はい、プレイヤーが報告してくるみたいな。ありますね、こういう不具合があったんだけどっていうので、その不具合があったことを報告するたりは、この不具合から抜けるにはどうすればいいですかみたいな場合はあります。なるほど、これやったら先進まないんだけどどうすればいいですかみたいな。こちらでもその不具合が分かってれば、対処方法などをお伝えすることもありますし、初めて聞くケースであればこちらでもその症状を確認して、確認できれば直したものをお渡しするみたいな感じで。なるほど、面白いですね。ありがとうございます。さあということで R タイプファイナル3、いやめちゃくちゃ楽しかったですね。で裏話も聞けてもう最高でした。で、まだまだ、続きますんで、また次回もお楽しみにしていてください。次はですね、鉄拳をですね、プロの知ってます、ダブル選手っていう鉄拳専属プロみたいな方がいらっしゃるんですよね。はい、もうめちゃくちゃ強い方と対戦させていただきました。その映像を次回出しますんで、ぜひ皆さんこうご期待ください。それではどうもありがとうございました。